今回は適当に生声でガチャ動画をする動画です。耐性のない方はお気をつけください。はい、こんにちは。ということでね、神桜、お、上がる、上がる。神桜めっちゃ上がった。これはこれで、別に取ってこう。おー、神桜、神。はい、ということで、原神のガチャを回していこうかな、なんて思ったり、思わなかったりするわけですよ。アーロイ、それアーロイ獲得か。しまった。俺の生声が入ってしまった。そんなんはいいか。とりあえずガチャを回せだよ、ガチャを。今回の狙いは、はっ、間違えた。運命変えてない。今回の狙いは、俺は個人的なシャンディンをごとつなんで観察したいと思ってます。ではガチャを引いていきましょう。まあね、他に動画が詰まってるんでね、結構さっさっさっさ引いていきましょう。1回目、さあ10連、何が出る？まあ、ユーミー、イケン、お、九条サラ、いいですね、流れ的には。あとはシャンディンを引けるかどうか。シャンディンってさ、結構最初から、あ、サイレーだ、やば。シャンディンって結構最初からピックアップ、あ、九条サラだ。シャンディンって結構ピックアップされがちだけど、されがちだけどさ、久々にシャンディンが引けるのは嬉しいよね。おっと、これ天井コースか。でも自分は美課金プレイヤーなんでね、そんなにガチャが引けないんで、配信するほどではなかったんですよね。はい。扇風機も入ってないから大丈夫かな。あ、デュオなの。ピックアップ吸い抜けか？どっから決めてた？で、30連目。そろそろ天井。天井さ、どうなる？俺の天井はどうなる？あ、2枚抜くしてもいい。なんなら2枚抜くしてもいい。さあ、どうなる？さあ、2分の1。これは？ライデン将軍を引きました。おめでとう、俺。おめでとう。動画頑張ってたもんね。ご褒美やわ。ありがとう。ズクロース。あ、シャンディンは？シャンディンは？シャンディンは？じゃ、俺たちのシャンディンが引けてないんだが。原神史上初。星。7回抜ける。原神史上初。ライデン将軍よりもシャンディンを引き合う男。この辺の回はもうなんか、特に感動することもなく。てか、青、青やんけ。紫、これ紫。来た。さあ来い、シャンディン。俺たちのシャンディンをここに見せてくれ。H を見せろ。九条サラか。こんな九条サラかとか言ったらさ、私欲しいのにとか来そうだけどね。それではこちらをさばいていく。行ってみたかっただけ。ああ、終わった。結果としてなんだ、まあ、ライデン引けました、九条サラ引けました。あ、九条サラなんなら何突、あ、無突で、まあいいや、どうせ動画作んないし。九条2突、ライデン無突、R とか R 育成素材何を回ったらいいや。ということでね、今回ガチャ配信はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。ちゃんと動画更新はするんでね、よろしく。